おっと、もう夕方か。なんだかんだ言って結構長く潜っていたんだな。そうですね。ティオ、どうしたんだ。なんでもないです。早くヨナのところに戻ってメモリー行こう。それにキティの正体も気になりますし。そうだな、何か掴めてるといいんだが。ローゼンベルク工房って人形を作っている工房だろ。北の参道の途中にあった。そうだよ、その通りですよ。でもキティのアドレスを解析したらそこがアクセスポイントって出たんだ。何の冗談だよこれは。確かに不可解ですね。どういうことなんだ。あの工房にキティがいたら何かおかしいことでもあるのか。その現在実習内に敷かれている動力ネットワーク網は市内とウルスラ病院くらいなんです。あとは湖の対岸にある保養地ミシュラムくらいでしょうか。あ、無線の動力波は不安定だから普通の動力通信にしか使われない。大量の情報のやり取りをする動力ネットは基本的に有線なんだ。まさかな。まあ謎は残されましたが収穫はあったみたいで何より。それでは報酬をいただきましょうか。はあ、分かったっつーの。あんたらの助けがなかったらここまでたどり着けなかったしな。これが俺たちが興味を。ぶっちゃけて言うとルバーチェ絡みの情報、関連情報もまとめといたからあんたらには重宝すんじゃねえの。それは。なるほど、確かに一番知りたい情報ですね。言っとくけど知ってるやつなら全部知ってるような情報ばかりだぜ。いや、助かるよ。そういう情報が回ってこなくてちょっと困ってたところだったからさ。あっそ、よかった。あーもう今日はもう寝る。また明日、さっきの手がかりをもとにキティの正体を追ってやるからな。
まあほどほどにな。せっかくの記念祭なんだから、引きこもってばかりいないでデートでもしてきたらどうだ。うるせえ、この弟系装飾男子を装った食いまくりのリア充野郎が。意味不明だけど不当に中傷してるみたいだな。そういえばロイドさん、記念祭の初日にセシルさんとデートしてましたね。その後もランディさんと一緒に看護師さんたちのある報道経験し、そのティオさん、何がおっしゃりたいんでしょ。 いえ特に何も。メモリークォーツをコネクト。これで一通りの項目結構揃っているな。今まで不明なところも多かったルバーチェの情報、まとまった形で確認できるのは初めてかもしれないわね。そんじゃまあ一通り目を通していくか。ああ、よくまとまった。今まで聞いていた話が的確にまとめられ、しかし改めて見ると、ああ非合法なビジネスで相当儲けまくってる感じだな。こうしてみるとやっぱり大きな組織だよな。それに軍隊経験者もかなり多そうな感じだし。ああ前に下っ端と戦った時かなり手強かったのも納得だぜ。でもあの時の軍用犬そのまま運用しているみたいですね。私たちが捕まえたのも無駄。そうだな、ちょっと虚しくなるわね。
こりゃなんつうか印象的なおっさんだな。ユーモラスな外見ですけど、やってることはえげつないです。それに思っていた以上に柔軟で頭も切れるみたいね。帝国寄りなのに共和国方面にもコネクションを持ってるなんて。相当厄介そうな相手だな。柱の人、両兵団の出身だったのね。西風の旅団、どこかで聞いたことがあるような。大陸西部において最強と謳われた両兵団の一つだ。その部隊長をやってたってことは相当な戦闘力なのは間違いねえな。キリングベアって名前も何度か耳にしたことがある。そうか、確かにすごい迫力だったけど。でもやっぱりランディ、そういうのは詳しいんだな。昔噂で聞いたくらい。
これがハルトマン議長。なんつうか政治家ってより帝国の大地。しかしあの鉄血宰相と会見したってのはマジなのか。ええ、非公式ではあるけれど、去年の春ごろオズボーン宰相がクロスベルを訪れたらしいの。おじい様には会わずにハルトマン議長とだけ会談してすぐに帰国したらしいけど、一時期各国の政界ではその話で持ちきりだったみたい。そんなことがあったのか。鉄血宰相、相当有名な人みたいだけど。何のために訪れたのかちょっと気になりますね。なるほど、今まで漠然としてたところがかなり見えるようになったな。ええ、冷酷かつ抜け目ないトップと歴戦の両兵だった若頭の存在。しかもその議長ってのはあの鉄血宰相とも何かしらの関係があるんだろう。確かにクロスベルの警察が全く手を出せないのも納得だぜ。そうだな。待ってください、渡されたメモリークォーツの中に隠されたデータがありました。隠されたデータって、隠したってんならあのガキが隠したんだろう。ええ、どうやら私が気づくか試そうとしたらしいですね。後でお仕置きをしないと。それはともかく、その隠されたデータも見れるか。ええ、お茶の子サイサイです。な、これはシュバルツオークション。エステルちゃんたちが言ってた例のイベントってやつか。あのガキ、シャレ玉。どうやら本当に存在する。それもルバーチェ絡みですか。ああ、よし、とにかく。
しられない。そんなものが毎年開かれていたなんて。でもちょっとおかしいです。秘密にしている割にはかなり大規模な催しですけど。いや、警察とマスコミには厳重に規制がかかってんだろう。でもなけりゃこんなもんが表沙汰にならねえわけがねえ。その通りだ。課長、お疲れ様です。やれやれ、まさか自力でそこまでたどり着いちまうとはな。まあいい、ここじゃなんだ。そっちの部屋で一通り話してやろう。それじゃあのファイルにあった情報は全て事実ってわけですか。ああそうだ。誰が調べたもんかは知らんが、なかなか的確にまとめてやがるな。警察の上層部では全て掴んでいるんですよね。ああ、全員とは言わねえがな。警部クラス以上はもちろん、一課の連中は全員知ってるはずだ。制限をつけるつもりはないが、シュバルツオークションにだけは手を出すのはやめろ。お前たちには荷が重すぎる。でも。おいおい課長、言葉を間違えてんじゃねえよ。俺たちに荷が重いってより警察そのものが動けねえんだろ。それだけの有力者を招待して、しかも実質的な主催者の一人が、あ、そんなの動けるわけがないわ。民間人に危険が迫らない限り遊撃士協会も動けませんし、誰も手が出せないということですか。だからといって悔しい思いをしてんのはお前たちだけじゃねえ。特に一家の連中は毎年歯ぎしりするような思いだろうさ。非人道的な催しだったら、それこそギルドに動かれる前に意地でも突っ込むところだが、どうやら出品物が黒い以外は豪華なパーティーってだけらしいからな。実際下手に手を出しまったら支援課ごと潰される可能性は高い。直視し、自分たちに何がどこまでできるか見極めるってのも時には必要だ。そしてその悔しさを忘れない限り、いつかきっとチャンスは来るだろう。お前たちが諦めなければ。わかりました。この件に関しては手を出すのはやめておきます。
ロイド、ロイドさん。やれやれだな。おい、起きろ。いつまでもグースか寝てんじゃねえよ。ったく仕方ね。ほら、とっとと起きろっての。あれ？ったく、どうして俺が野郎なんかを起こさなきゃならねえんだっつの。朝チュンで、ハンラの姉ちゃんに優しく起こされるのが俺様のスタイルだっつうのに。そして、コーヒーなんか入れて二人でまったりと。いやいや、そのままガバッといっちゃうのも悪くないがね。ごめん、ランディの妄想に付き合えるほど頭が回ってないみたいだ。もうミーティングの時間なのか。ああ、とっくに。お嬢とティオスケが朝飯作ってくれてるからとっとと食っちまおうぜ。そっか、すぐに着替えるよ。なんだよ、ランディってかっこいいよな。そういう気の使い方、俺にはとても真似できないよ。バカ、何こっぱずかしいこと言ってんだ。落ち込んでる野郎を慰める趣味なんざ持ってねえっつの。大丈夫、一晩寝たらなんか落ち着いた。悔しい気持ちは残ってるけどさ。そうか、ま、悔しがれ青少年。そうやって挫折を知ってこそでかい男になれるってもんだ。だから子供扱いするのはやめてくれって。すぐに着替えるから先に下に降りててくれよ。へいへい。さてと、記念祭も4日目。さてと、4日目の業務を始めよう。新しい妖精が入っていないか。そうね、今日は市内でパレードもあるし、逆に郊外に足を伸ばしている観光客もちらほら出ているみたいです。紛失物とか迷子とかいろいろと入ってきそうですね。ま、そのあたりは正直全部俺たちでやれる範囲のフォローをしていけばいいんじゃねえか。なあ、そうだな。
Thank you.
始めましょう。ああ、任せてくれ。よっ、いや、私の番です。えい、私の番ね。よっしゃ、ふう、甘いってろ。よし、もう大丈夫だ。怖いです。よし、やっは、おっしゃ、
Thank you.
じゃあ畳みかけるぞ。ほら、やったわ。俺の番だな。よっ、いや。さてと。はい。あ。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。オッケーです。俺の番だな。セッティア。私の番ね。よかった。俺の番だな。始めましょう。はい、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。え、オッケーです。いや、任せて。い
くぜ。ふん。行きます。ドライブ開始。それ。行くぞ。エニグマ、駆動。私の番ね。さてと、ドライブ開始。行くぜ。エニグマ駆動。それ。Thank you.
収集を開始します。任せてくれ。いや、私の番です。あ、行くぜ。ついよし、えいっと。さてと、あ、敵集団撃破しました。来やがれ。任せてくれ。さあ、いや、そこ。さてと、そこです。おっしゃ、ずい。任せてくれ。えいっと。任せて。そこ。よかった。せいは。敵出現。面倒くさいです。俺の番だな。エニグマ、駆動。私の番ね。エニグマ駆動。はい。エニグマ駆動。行くぜ。です。やっ、いや。